でございますすこれ重いです、ねねうんまあ新しくなるからね更新されるからその時が重いですかねでだいぶ下げてますよねこれバイナンスのバイナンスリスクの影響ですかねうーんまだいまいちピンとこないんですけども今ね PC 開いて見てるんですけどもまあざっくり言うと営業をやめなければ 警察当局などと連携してて刑事告発するっていうねバイナンスがそういったことを言ってる。でこれは暗号通貨の概念っていうところから結局中央集権型の話に持ってこうとしてるのがどうやらこの金融庁かなのようですね。要はこの奥には何がなんか藤巻さんがねごちゃごちゃ今国会かなんかでやってたのかななんか テレビかなんかでよくわかんないんですけども、うん、テレグラムのグループでね話題藤巻さんって、うん、兄弟でね金融系の仕事をされてる方なんですよねで本も出されててでその方が何かでね答弁してるかなんかだと思うんですけども全然ここの情報はわかんないんでねうんただの思いつきで喋ってるんですけどもただあのレテレグラムの方でね藤巻さんがっていう話をされてたので、まあ、そこがあなんかあればね うーんあれなんですけど、あ、これとそれとはまた別だと思うんですけども、バイナンスの件ね。まあ、そのせいで全体的にまた、せっかく落ち着いたのね。いやー、これはまた下げすぎっすよね。ビットコインですら5%下げてて、エイダなんか13%下げてるから、ちょいとこれはせっかくね、下落ち着いたかなっていうところで。 いやあ、面白いとこだったのにっていうね。うん、まあ難しいよね。なかなかうまくいかないね。まあこれもね、折り込んでやっぱりやるのかなと思うんですけども、やっぱそのエッジが立った価値のものっていうのはやっぱこうなるんですよね。要はその これ、皆様にも言えるんですけども、エッジが立つっていうことはあ、やっぱり叩かれるんですよ。出る杭いは打たれるっていうのがあ、社会の、まあ日本だと特にそうなんだけども、あのー、そういう風潮ですよね。で、出ないと、やっぱり今は私は抜かれると思ってますんで,で、出るって言っても、程度ね、そこ、まあ出方っていうのは大事なんですけども、うん、出ないとやっぱりいい大変なんじゃないかなと思います。で、そのエイダ だが今2200ですようわあ、これな2400、2400、2400をね、落ち着いてるところだと思ったんですけどね、もうここでね、終わったかなっていうところは、ほんとね、なかなか難しいね。ほんとに難しいと思う。うーん、暗号数がね。で、なんか私の方にね、この泉さんの件ね、LINE 来てないんですけども、えー ノアコインの、まあ今日の十えー、先日ですね、せまあ今日の、まあ、まだ3月22なんで、で、18時になんかやるよっていうことで、ICO だったらしいですよ。で、これは皆様もね、情報を拾ってらっしゃるので、まあノアファンだとか、泉ファンの方は、まあこの辺はね、情報を拾ってて、えー、情報は勝手にね、拾われて、今更っていうところはあるんですけども、ICO のね、うん、案件らしいですね。 っていうところですね。えー、これ、なんでライン来てないのかなよくわかんないですね。ここがよくわからないんですけども、まあ、私の方にはラインが来てない。来てないのよ。ちゅうことで,ですね、まあまあ、こんな具合でございますと。せっかく G20 終わったのね。もうね。 もうこういう時は本当ビットクラブに頼るしかないなって思う。うん、ビットクラブはね、せっせこせっせこマイニングを今 BTC でね、してくれてるんで、えー、こういうところに資金があればち、ょちょちょちょ入れた方がいいっすよね。まだ50日しか経ってないのにね、結構増えてるし。これたまげるよ。見たら。見たらびっくりしますよ。マイニングの分。 でこれビットコインの価値ってこれから上がってくから今のビットコインのそのコンマなんぼなんぼって出ててもその価値っていうのは将来ねでかくなるっていうのは推測ですよね。 落合さんもビットコイン買っとけばっていうぐらいなんでだからビットコインが消えない理由ってのは落合さんはそんなにその暗号通貨ね落合,落合陽一さんですよあの触れてないと思うんですけどもおなんせ情報を発信してる身なので少なくとも通常常人よりは知ってるのかなと何かに縛られて仕事をされてるとかね何かをやってるっていうよりはそのアウトプットをしなきゃいけないっていう立ち位置なのでまあ教授だしね なんか聞かれた時にやっぱ強いんですよね情報がすっごく強いうんまあ毎日やっぱり情報発信してるとあの方も毎日情報発信してるんですよえっ、ー、となんかね経済系の、えーもうね、ツ,ーツールというか経済系のものでね発信してるようですよ、うん、で YouTube にたまに上がってくるのを見てるんですけども、まあ、毎日発信してるっていうことですね まあやっぱ発信してる人強いっすよ。うん。自分をリスク、ポジションを取ってるんでね。まあ、どんなことがあっても、その辺はね、通常発信してない方とかと比べちゃうと、相当リス,リスクというかね、ストレスを自分でかけてるので、こうやって発信してるとね、やっぱりね、アーレムニアコーデモネってあるんですよ。うん。よくもあるからね。 でこれについては、YouTube の方に、ね、コメントをいただいているのと、あとはノアグループの方で、ノアライングループの方で話題が上がってましたね。i c をね。泉さんの。HO トークン発売。0.1BTC から買えるんですよね。まだあるのかなまだある,あるのかなどうなんでしょう。そこのところがよく分かってません。ええー。まあ、あれば、あれば買ってみてもいいのかなと思いますし。 あと、えっ、ー、と、YouTube はですね、まあ、エイダーコインの還元リカバリーっていうのは、あれです、えっ、ー、と、ダイダロスダイダ、ダイダロスの方に入れといて9、9%もらえるよっていう、それがあってもね、うーん、回、まあ、っても先行きが見えないっていうところですね。これはどっちとも取れるんですよね。自分が保有してて、いやー、やきもきする方と、逆に保有してないで、 ええー、まあ、叩いてる、う、感じ。まあ、両方とも取れる。いや、こういう方、嬉しいですよね。これね、二つにメッセージをいただいてて、まあ、奥本さん、最新ネタ投稿し,してますので、よかったら見てください。まあ、まあ、あのー、泉さんのネタですね。ええー。まあ、ありがたいですよ。本当に。 こうやってわざわざコメントを打たれてるね、歌、えー、打っていただいてるんで、非常にいい嬉しいです。楽観で売られ、悲観で買われるとかね。えー、まあまあまあ、いろいろですね。LINE グループの方、ノ、NO、ア、AH、グループの方は、あどんどんね、 更新してきますんで、タイトルの話題を先にいただくと嬉しいですとかね、こういうコメントもいただいてます。率直でいいんじゃないですかね。うん。非常に分かりやすい。で、LINE グループ、n o a グループの方は、まだまだあ空きがね、250以上あるんで、250あるんでね、うん。まだまだですよ。あと、テレグラムですね、テレグラムの おこちらね、グループ入ってみてもいいんじゃないかなと思います。あのー、私の、えー、っとこの今、主としてるノアグループとはまた違いますんでね。テレグラムの場合は、あちゃんと主人がいます。主人がいて、 で、まあ、管理人って言えばいいのかな管理人でしょうね管理人さんがいてやっぱちょいちょいって何かがあればコン,コンそれはまずいっすよみたいな感じで,で時にはね外に出してくれてとかそういったことをされていただいてるしていただいてるんですけどもでテレグラムはどっちかっていうとピラミッドの頂点の情報を下で私たちは一般庶民なんで下で情報を拾うと。で通常おい 私たち一般庶民っていうのは上で取ったやつを下でねうわすげえ下がってる日経2万円台だって2万1000円割っちゃったみたいですげえ下がってんなねああでももともとが2万1300円だからまあまあまあでそのテレグラムっていうのはピラミッドの頂点の情報を下でね拾うようなで私たちは下で拾,う拾えるんですねでそういった情報なんですよで、えー、主人は親方の方は これはいいネタなんで活用させていただくんですけども先々日かな先日まだ日付が変わってないんで先日とさせていただきますけど横浜アリーナでバンの試合がありましたでそのレフフリーが着てるシャツに上にね後ろにエイダのエイダマークですねビットコインだったら B にビュッビュッって引いたやつだしモナコインだったら猫ちゃんだし。 うーんで,で、そういうのはあるじゃないですか。で、エイダも A にビュッ,ビュッて引いたやつかな。ビュッて引いたやつかな。一本かな。で、そういったマークなんですけども、そのエイダコインのマークが入ってたんですよ。で、そこに、テレグラムの親方がね、えー、そ,そちらはレフニリーなんですけども、別にね、試合が終わったところで、何、えー、て言うのかな、そこ、中に、リングに上がって、で、何か、あ一言、二言ね、うん、話されたようなんで、 まあまあその方が主人なのでね。うん。まあ、反則活動一生懸命ですよね。すごいですよね。うん。あれを見たときに、あれを私が生でテレビで見たとかではなくて、投稿が上がってきたところで、たまげたんですよね。うわーって。で、それを見たときに笑いが出てしまったんだよね。すげえなっていう笑いですよ。おーって、おーっていう笑い。 うん、っていうのを見てえー、本当にすげえ人とつながってるなと思ってでその方があ主なんですよね主というかあんまりこう表には出て,てこないですけどあの表っていうのは私たちワイ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 やっててもそこには入ってこないですけどもあんまりねあんまり入ってこないんですけども、あのーまあ、実業もやられてるんでね。うん でまあ、そ,うそういった方があ主であるというところですね、主としてやられて、で私はその方あに、エイダーを紹介されて、これ、何回も,もう何十回って言ってるんですけども、エイダーを紹介されて、えー、そのエイダーを、ね、ただ乗っただけで、ICO で乗れなかったんですよ。 その方があーこういうのがあるよっていうのをフェイスブックフィールドで見たんですけどもでそれは乗らなくてちょっとやり取りをしたんですよ。で当時コインチェックの口座を作ってでそこに資金を入れる入れないっていう話でで資金を入れてでこっち側別にまあカルダのか。 カルダノの,の方なんでカルダノとのやり取りをするのにカルダノだったからななんか別の会社が噛んでたと思うんですけどもそこの会社に送金をするってで頭の中がしっちゃかめっちゃかだったんですよ JPY っていうのもよくわかんないしビットコインっていうのもよくわかんないしっていう状態でで入らなかったんですねでしゃあないからもう上場したタイミングで入ったわけですよでその ICO の時っていうのはもう10月だから去年の10月だから ああ違う違うそれは上場ですね上場が10月でそのちょうど1年ぐらい前なんですよその10月の1年ぐらいまでなんで2016年の10月とか11月とかね、えー、年が明ける前なんですね、うん、年が今から見ると一昨年一昨年おととしおととしの10月11月だったんですね でその頃は本当に全く分かんなくてでも枝上場するってことで、えー、そこは乗れなかったから下がったところとあと上で買ったんですよ上って言っても5円6円の時にねでそれを本当にちょこっと乗っただけでビヨンって増えたんですよねだから少なくてもいい今5倍なんですよ、うん、ここの値段で見ると枝に入れたのは90万円弱ぐらいなのでまあまあ今500万ねっていうところなんですよね っていうところで本当にねお世話になったのでう、ね、あのそ,そこでテレグラムまだ4250人今日かなあなのであと700人750 0 0人7人弱ぐらいね、えー、せっかくなんで5000まではあ持っていこうというところでの情報発信をさせていただいているというところなんですよね。でこの そこで中にいた、中にいる話をすると、やっぱ ICO とかっていうのはポイポイ出てくるんですよ。ちょいちょい出てきて、で、まあ一旦落ち着くかなっていうところではいるんですけども、その中でも昔ほどじゃなくても、ちょいちょいやっぱり出していただいて、で、それに乗れる乗れないっていう話なんですけども、あとね、資金が、で、通常 ICO って100万円単位とかね、1000万円単位なんですよ。 で100万円だと1000万円だとなかなかそれを分割して、えー、やらないと入れないじゃないですか。トーラスとかであれば数百円でね入れるけどもお通常ですと本当に10うん100万円とかなのでそれを分割して10万円とかでしていただいてるんですね。で、あのー、そういうことがあってやっぱみ皆様をこう巻き込めてるんですね。うん でたまたまこれ乗れない方っていうのはちょっとおごめんなさいなんですけどもそのじょ情報っていうのがちょいちょい出てきますテレグラムね。でそこで情報を拾ってくださって拾っていただいて本当に1,000ドルとかねそういう縛りで、まあ、最近は多いんですかね1,000ドルっていうのが小さくなってきてるんですかね額が。うん、でそれで乗れればあいいんじゃないかなと。 昔みたいにバン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 弾けるような感じではないんですけども、それでもやっぱり ICO で乗って、買って1年2年置いとくっていうのは、ICO 相場のね、王道なのかなっていうところなんで、ちょっと上がったから打つ売るっていうのは、もったいないんじゃないかなと思います。下がっても黙ってるっていうね、そういうのが大事なんじゃないかなと思いますよ。うん、ICO はね。で、短期は本当にいい損期になることがありますので、 そこはバシッとね、えーまあ、決めて、何、えー、て言うのかな、一回そこに場に入ったんであれば、そこをカシッと持ってられる、忍耐力ではないんだけど、もう情報を拾わないぐらいにして、えー、置いとくのがいいんじゃないかなと。で、まあまあ、そういうグループですね。比較的4,250人ぐらいいるんだけども、そんなにごちゃ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 誰が行ったとかそう言ったとかっていう話にはなってないし、グループ内ではね。うん まあいろいろありますけどもあそこのグループは割とおというかしっかりしてるんじゃないかなと思いますよよそのグループはあんまり知らないんですけどはいっていうところでまあまあテレグラムのグループで私がまあまああの発信をしてねノアグループ LINE グループのことをちょっとねここちょ,ちょっとねあったのでお話をしますけどノアね ノアグループがどうのこうのとかではなくてあグループがどうのこうのなんだけどもう私が最初にノアのね LINE グループを作るって言ったいきさつなんですけどもノアの話題を話せるところはないよねっていう話なんですよでう上場前だったので、まあ、今月の12日前ねで5日ぐらい前なんで17か18くらいにあ違ううーんとね 5日前なんで8とか7とかに発信をしたんですよ。LINE で n o a グループを作りますけど、どなたか入られる方はいらっしゃいますでしょうかと。10人集まればやろうかなと思,う思いますというところなんですよ。で、それで LINE のグループとして立ち上げたんですけども、ただ私の何て言うのかな、考えをこのグループの中で なかなか認識をしていただけないとは思うんですけども私のそのグループ発足においてのう主軸とするのは親方を別に決めないよっていうところなんですよね主人を決めないとで管理人も決めないとでその中でノアの建設的な意見を投げるっていう場を提供できたのかなっていう感じなんですねで あのー、そういうい感じなんですよで通常ね通常のグループだとおそらく管理人さんっていうのが何人もいるんですよ何人もい,いるとか1人とかがいてで何かがあればその方に、まあ、相談役みたいなねか社長がいて会長がいて別に相談役会長を降りて相談役みたいなねそういう立ち位置の人っていう企業にもいらっしゃるようなんですけどもそうではなくてもうそもそも、あのー、相談役も立てないと。 であのー、結局自分で考えてで発信をしなきゃいけない場って感じてでそうなってくるとやっぱりり自分が場に晒されるんですよすよわかま私を通さないことによってそのグループに投げるうー自分が発信をしたっていうことを投げるっていうことをするんですね。でこれが何を意味するのかっていうとやっぱり自分が対象なわけなんですよみんな対象なわけなんですよ。 私がそのノアグループを確かに発足をして人を多あ集まっていただいたんですけどもうんみんな対象なわけですよ。ここが結構ね他のグループではない感じだから無類型ですねまあ他に類はないんでしょうないと思いますよこういうの。でそのなんでその無類型のグループにしちゃったのかって決め事を決めないで,で無類型のグループにしちゃったのかっていうと あのー、人ってやっぱりサラリーマン体質なんですよ日本人って。日本ってサラリーマン体質だからそれを誰々の誰々に確認したからそれがよしっていうねそういうポジションでいていただくとこの先が大変なんじゃないかなと思うんですよ。で あのー、私今一ああ「一人親方」「あと人親方」っていうのもだいぶ前にね、うん、音声で上げたんだけどもおそらく日本っていうのは一人親方になってくんだと思うんですよどん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 その理由としましてはまずう労働基準なんとかっていう縛りをつけないで人を雇った方がいいじゃないですかって話なんですよねそれはあ AI だとかロボットだとか出た時都合がいい時いい切りたいとで その都合がいい時に切りたいっていうのは従業員であればもう無理だといろんな縛りがあるらしいんですよ。従業員で正社員で人を雇うと切るの,のが大変、ね、でそこで派遣を雇うかっていうと派遣も今派遣は派遣屋で儲かってるみたいなんですけどもでまあまあそれはい,いいとしてその一人親方で使うことによって何がその企業に対して、えー、いいのかっていうと。 労働基準にはまらないわけですよ一人だから社長対経営者だ経営者対経営者のやり取りになるから あのー、こ,この人にこういう仕事をじゃあやっといてって言った場合に通常会社員であればああでもないこうでもない労働基準が何たらパワハラが何たらでその後飲みに行ってアル,ハラア,ルアルコールハラスメントが何たらって始まってでごちょ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 始まるじゃないですかでも一人親方になった場合っていうのはそれも全部自分で決めなきゃいけないんですよ。 そこで発信をする取りまとめるっていうその場を読んでこれが必要か否かっていうのを発信するのをそれでこういったものを使って出してみたりとかあこれは失礼がないようにとかっていうそういう出し方でそれを晒せる場っていうところでもうあるんですよね。そういう意図,意図もあるんですよ。私がそのノアグループに決まり事をつけない。ででもそのの決ままり事の中で慣れてしまうと あのー、こういうことがよくわからないんだと思うんですよ。管理人さんがいて何かがあるからで最初の頃はあったんですよ。こういう発言があるんだけど奥本さんこれどうなんすかっていう話が来たんだけども、えー、ちょっと待ちましょうと。で、ま、待ったりしたんですね。そのん,なんか発言に話を折ったりとか話を折るっていうのは話,話の腰を折るっていうのかな。 情報発信をしてで当然ね情報発信をしたいから情報をそのグループ内で投げてくださってるんですけどもそれに対して主観を述べるのはあ主観を述べるって言ってもその人も何て言うのかなせっかく。 勇気を振り絞ってたと思うんですよねあんまりこうされてない異常そのグループでも発信をされてない方が勇気をり振り絞ってそれこそ発信をしてくだ、えー、さってるわけですよね。でそれに対して話をおるようなことがまあまあ日に何回か見られたんですよ。うん、見られてでその方に対して、えー、そういったものも入ってきてたんですけども。 まあまあ、あそういうのもひっくるめてや,やっぱり人が集まるといろいろあるなっていうね、えー、そういうところも受けていただくそこの考え方って今は変わったんだけども、あのー、受けていただくのにいいなっていう感じでそのまま探しておいたんですよねそのまま流しておいたんですよいやこういうこういう理由だからあ少しいいあすいませんねっていう話をこっちからね、えー、私が謝ってうんでちょっとちょっと様子でそうこうしてるうちに あのー、今ね私のその主ではないとは思ってるんですよね私ねノアグループは確かに私が何て言うのかなグループは作ったんだけども私が主っていう感じ方感覚では私は今ない今今っていうか昔からないんですよ作った当,当時からねでもう2週間ぐらい経つんですけどもおそういう感じではなくてでそういう感覚ですね 要はみんなが主人みんなが親方だよってでその自分の責任でもって発信をするただ一個だけ取り決めってしちゃうんですよ、えーっとね、ブレインストーミング形式要は人を批判しないようなあっていうところは最初の頃に言ったんですよで程度その流れっていうのはもうできてるんで今はほっといてるんですけどほとんど私もね えー、ちゃんとだ誰がどういった発言したのかっていうのは見るんだけどもそれに対してはあんまりごちゃごちゃごちゃ言ってこなかったんですけどもちょっとあの、ね、そこの最初の、ね、考え方前に「ごめんなさい」っていう方に対してちょっとやっぱりその,その方の発言することによってここだけ一個だけっていうか場が乱れるようなことがあればそれは私は関与しますっていうところなんですよね。 場が乱れるっていうのはその方がごちょごちょやることによって何、えー、て言うのかな空気が乱れるっていうのかな何て言うのかな高校でも大学でも風紀委員会風紀委員長って言っていたんですかねでそういう立ち位置では言おようかなっていうふうに少し入れ替えたんですそこの部分を。 今まではまるっきりほっといて何かあればこっちに来ればごめんなさい私がごめんなさいしていたんですけどもそこの風紀を乱すことうーん例えば言葉が汚くなっちゃったりとか話を折るとかあーなんだろうなそういった場所でやっぱ誰かが何かをね、えー、するー必要っていうのはあるんじゃないかなっていうのを今回ね え学んだというか今まではそれを放置しておいたんですけどもそこに関しては少し関与してあげないといけないのかなっていうのを受けましたんでそこのグループノアのグループに対しては基本みんんなな親方なんですよでそれは私は今後も変えるつもりもないし自分たちでこう関わったものに対しては自分たちの責任で自分たちのポジションでいてほしいっていうのはこれはね えー、これは命令でも何でもなくていてほしいっていうのはやっぱり全てが自己責任自分が踏んだものに対しては自分で最後まで処理をしなきゃいけないっていうのはそれはあそれも変わらないんですよ昔からね発足した当時から。でそうすることによってここのメリットですよ今度メリットを言いますとその な何て言うのかな自分で考えるようになるんですよね程度で文字を起こすってことはあ自分で200人以上の人にさらすような誰々っていう LINE の誰々がこういうことを言ってるということを自分で晒すことができるんですよでこれってあんまり日本人って、えー、やっあんまりしないだから 私どっかのグループにいると自分割りで発信力が比較的何て言うのかな発信することに対してハードルがめっちゃ低いんで毎回毎回こうやって1人で喋ってるわけだからネタっていうのは仮にネタがなくてもその場の空気を読んでその空気に必要な情報を使いながらそこでネタ作りってできるんですよ話題作りってそこで提供できるんですよね。 だから比較的自分で話してることってのは多いのでそこに対してはあれなんだけども逆にその私が日々感じるのはそれに対してこう他の人が話題って提供しないんだよねってあと話が何て言うのかななかなかできないとかでそういったできないじゃないかっていうのが私の,おなの思いの中にあって。 でその思い,思いの中にあるってそのまんまできっと、うん、自分で、ね、自己発信をして何かやるにしても自分で発信をしないことには相手に伝わらないし自分はこういうものだよってこういうことやってんだよっていうことが言えないとなかなか今の時代ね、えー、個人の時代とは言われてるから逆にね今は自分で発信をしないとなかなかね難しいんじゃないか でそういう場のねであっていればいいんじゃないかなと思うんですよ。あればいいんじゃないかなと。そのノアグループがね。私はこれこれこういう理由でこれ、ね、だから今 ICO のこれを進めてますみたいなことをね。ああいいんすかそれって。で何がいいんすかって突っ込め突っ込まれた時に否定はし,してないじゃないですか。何がいいんすかっていう。でもっと深いことを知りたいよっていうことじゃないですか。何がいいんですかって聞いた時にその人がうわーって。 もうもし何もないんであれば何もないでもいいと思うんですよね。その〇〇コイン愛だったら〇〇コイン愛。で、また私のエイダじゃないけども、親方が勧めたから買ったよっていうのも、まあ一つのね、えー、それも主軸主、主っていうか考え方の一つだと思うんですよね。選択の仕方だと思うので、まあここは何にも言わないですよ。でもその、あのー、なんか突っ込まれた時に答えるっていうのは何かを自分で、うーん な売り込むまるまるっていうジャパネット高田さんなんかこれのこれがこれがこういうことこういうことがいいですよっていうね高田さん高田社長は今出てる会長なのかな出てないですけどもあのー、それこれとでこれがこれだからこういう理由でこれがだこういいんですよっていうのセールスをするわけですよね。であれは一方的に私みたいに一方的に喋ってますけどあのー、自分で うーんそのノアグループがのこれが私がいいっていうのをセールスをするんであればあこういうんですよまあみんなが対象だよってで他の人がどうのこうのっていう縛りがないっすよってで管理人もいないっすよってでほのグループだとやっぱりそういうのいますよねっていう話をしますそれがやっぱりあそこのノアグループの強みなんじゃないかなと思うんです。 でなんでまた話をね元に戻すんですけども何でそういうものにしたのかっていうとやっぱ自己発信をすることによってあー個々の、うん、発信力があどん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 培われるんじゃないかなっていう自分の責任でで管理人っていうのを下手に置いちゃうとその人のまずうー気をどういう人間なのかって気にしながら発信をしなきゃいけないんですよ。うん 要素のグループと比べたら、やっぱりそれが生きたんじゃないかなと思うんですよ。縛りを持たないよって。で、音声を聞かれてる方もいらっしゃいますから、私のね。で、その音声を聞かれてる方が、やっぱりその、主はいないよって。で、自分管理人さんもいないし、自分たちが親方だよっていうものに対して、あのー、そういう考え方ですね。あのー、そこだけは大事にしていただきたいなと思うんですよね。うん。で、別に、その、 隣近所と絡んでいただいてもいいし別にね個別で、うん、でやり取りをするのにこれってこのグループで発信者まずいかなって思ったんであればその発信者とそう思った側で絡んでいただいていいんですよでいただいて程度本当に合わないなっていうんであれば全然ブロックとかもありだと思うんですよ それは私がねグループを発足したっていう、まあ、責任とかではなくてえ決め事としてねやっぱり自分でネットっていう媒体をつうん使って発信をするとお人が集まってで人が集まるとこういうことがあるんだよっていうことをそこでわかってくだ、えー、さるんじゃないかなってでそこでポジションを取ってそこで初めてわかるんですよ。 でそれを私が頭ごなしにねこれこれこういう理由で、えー、ブレインストーミングっていうとこだけは立てたけどもでマイナスの発言をしないでねってそういう話をしたんですよねでそういう話というかそういう考え方みたいなことは言ったんだけどもそれ以外のことは別に決めてない決めない理由っていうのは本当にそう自分がポジションを取らないと本当に分かんないよって本当そうなんですよポジションって取ってみないと分かんないから あのー、で自分であの何でもそうなんですよ、グループ、会社でも何でもグループがあるとするじゃないですか、でもし、そのグループがあれ違うなと思ったら、離れていいんですよ。で、会社っていうところで勤めるとかっていうのは別にやっていただいていいし、で離れるっていうところに時間を少しずつ割っていくんですよ。 で離れるって言ってもいきなり離れ,離れるって言ってもねキャッシュポジションなくなっちゃうからそれ参っちゃうじゃないですかでその離れるっていうのをネットっていう媒体ね拡散力があるネットっていう媒体をしてちょこっとずつこう建設的にいろんな人が何やってるのかって見てくんですよねでその人が気になったんであればその人に会いに行けばいいんですうん何なのかなこの人ただ あの私の経験上私はあそれに対して、あのー、免疫というかもともとあったみたいなんですけどもその罵声を浴び,され浴びせられるだから文言で LINE でもなんでも Twitter でも YouTube でも来た時にいそれに対して応戦はしない、うん、それだけ守ってたらいいと思います、あのー、マイナス的な発言をしないでーブレインストーミング形式で,で何かあなんだろうな攻撃的な 発信絶対ありますから人の足を引っ張る方ってのは絶対いますからそれは必ずいるんですけどもそれに対して応戦はしないいでくださいエネルギーが自分で、ね、負のエネルギーを浴びた時に負のエネルギーで返すとまた負のエネルギーが返ってきますんでそれは原理原理則上ね、うん、だってロケットがビューって上にね宇宙に飛ぶのに下を蹴り上げるわけですよ。だからそ,れだけのそれが原理原理則ですから ものすごいエネルギーが地面にドーンってくるわけですよね地地面面いうか地面では持たないからなんかあ,あるんでしょうね超合金かなんか、ね、よくわかんないチタンだかなんだかわかんないけどね土台は。でそこのにエネルギーをポカンとかけてで蹴る力で上に上がってるわけですから。 で自分たちもそうですよねか走るっていうことをやると地面が土であれば土が柔らかければほじくれるし砂浜で海のね海辺で走ればほじくれるじゃないですかあれと一緒なんですよねエネルギーをこう来たからってそれを汚染してカコンカコンって打ってたんであればそのエネルギーがまた返ってきますからそれは汚染しないそれが軸ですでこの人も合わないなと思ったら本当にブロックとか まあ、Twitter とかでもフォローを外すとかフォローを外しながらブロックとかね、えー、いろいろ方法はあると思うし LINE であってもグループ内では存続はできますからグループ内でその人の発言を見れるし、えー、その個別で来た時にああちょっと待ってとこれ,これあれかなっていう時はちゃんとやっぱりその自分のうースタイルっていうものがそれが本当にブロックっていうものが うったことがなければねわからないと思うのでいろいろやってみてねブロックしてみてでそれを覚えればいいんですよあこんなブロックするほどの人じゃなかったんだなっていうのもそういうのも地雷を一回踏んでみればあこうやって距離を取らなきゃとかで一回熱がある時にうわーってやり取りしたんだけど結局数日後だったら数日たったらあれなんでこんなことでやり取りしてんだんだろうってやっぱりあると思うんですよね夫婦喧嘩じゃないですけど。でそれれも覚えればいいいんじゃないかなかと でそ,れそれで一回ブロックツイッターでもね LINE でも一回ブロックしちゃったんだけども覚えてたらあやっぱり距離を取る必要なかったなって言ったらそっとブロックを解除してあげればいいんじゃないかなと思います。すん。で相手側がなんか来た時に情報,情報が入ってくるわけだからまあそういう付き合い方ですかね。でそれで程度を何回も何回もあるようだったら本当にいいブロックはそのままね えー、その何て言うのかなグループ内の発言を見ててもちょっとこれは絡めないのかなっていうあやっぱり私が思ってるうような感じだなっていうんであればそのままブロックうんで一回入っていただいても抜けていただいても構わないんでね自分自分でそれは本当に自己の判断であこのグループ私には合わないなっていううんでいろんな質問が来ますけど、あのー、質問っていうかそのグループなりね でこういうのどうすかこういうのどうすかっていうのも多分来ると思うんですよ今後。なんだけども本当に2段階認証がどうやるんですかとかって検索すればくぐればっていうねもう通った道の方はそうやって思われるのかもしれないんですけどもその方にとってみたらその検索をするっていうそのエネルギーがもう自分がそこに頭が回らないぐらいね今困ってて「いやそういえばここのグループあった」 このグループみんな人いるから、ちょっと聞いてみようっていう感覚でね。で、本当に他に頭が回らなくて、そうやって投げていただいてるものだと思うので、それはちょこっとね、答えていただけたらいいんじゃないかなと。それはもう強制も何もしないです。強制も何もしないんですけども、思いとしてね、こうっすよ、ああっすよっていうことが答えられる方が答えていただけたら、本当円盤なんじゃないかなと思うんですよ。ね。うん。 でまたそういった感じでね、あのー、一度答えていただくとその方をもしかしたら頼ってくるかも分かんないんですけどもそれはあのーまあ、なかなかねその距離の取り方っていうのもその都度ね、えー、線を引いていただくとか逆につないでこうだよああだやってやってこういう、うん、ICO があるよああいうのはあるよって教え,教えてあげてもいいんじゃないかなと思うんですよ。教えててあげて ちゃんとアフィリがあるんだったらアフィリのリンクを踏ま,せた踏,ませ踏ませてそれはだって絡んでるんですから絡んでて自分が無償で教えてるんですから前にもおちょいちょいそういうのがあるんであれば全然そういうのはアフィリリンクって別に悪いことじゃないと思うんですよねアフィリエイターとかね今当たり前じゃないですかこういう手間があるからああいう手間があるからあー全部ね無償でやる私は必要性ってないと思うんですよ ちゃんとその関係性ができてあればだってあのその方じゃないと買わないものってないですかうん過去に私は情報系って数百万投げてて、えー、そういうものを買ってきましたけど他の方からその案件が来ても買わないものってありますよいっぱいなんだけどもいやもうこの人ならしゃーないとっていうところからですよ大体いい取ってんのってあのもうそれで で結果としてそれが稼げるか否かっていうのはまた別問題なんだけどもあのー、そういう取り方なんですよだからこう教えてくださるところにやっぱり頼ってくるっていうのは人の人情なのかなっていうところはあるんですよね。いやありがたいんでこのこともひょっとしたら分かるかもしんないあの人なら分かるかもしんないって言って頼ってくださってるんで。あの そこは難しいんですよ関係性がずっと頼って頼ってとかあるいはずっと聞いてくる方とかっていらっしゃるんですよ。で聞いてくることに対してな何もだから何だろうなあそっちの、まあ、あれがどうしたそれがどうしたこうしましたよっていう返答がなくてずっと聞いてくる方って本当にいる,いるんですけどもあのなかなかそういう関係性っていうのはやってみないと分かんない。 うん、それが正しいか悪いのかっていうのも私の方からはよく分かんないんですけどうんだから距離が本当にそこで、うん、ずっと聞いてくる方がいらっしゃって距離を取りたいんであればやっぱり取る、うんまあ、ブロックしてみたりとかツイッターであればミュートにしてみたりとかやっぱりやり方っていっぱいあると思うんですけどもそういったね取り方距離の取り方っていうのもそこで学べるんじゃないかなと思うんですよだってあのー、コミュニティってなかなかなくないですかあるんですかね うん、自分が、うん、愛してやまないっていうか資金を結構いらっしゃるんですよノアの場合だとさ初めてアングツが入ったよとかまあエイダもそうでしょうけどあのビットコインっていうのはよく知んないんだけどノアがきっかけでエイダがきっかけで入ってきたっていうのは結構いるんじゃないですか数的にはビットコインよりエイダとかの方が多いんじゃないかなどうなんでしょうねその辺が分かんないですけども。 あのー、そういうことなんで,でそこが初めての方だからやっぱりいろんなことが知らないんですよねネットっていうものの付き合い方も分かんないしでまあまあ,あ程度やっぱりそういうグループなんですよネットっていう付き合い方も分かんないしこの人の折り合いのつけ方も分かんないしいなんだろうな人にこうの話をおるってことに対してどうなのかなっていうのもよく分かんないでしょきっと。 でそれは、まあ、相手方もそこで学んでいただくってああこれって空気読んでねえんだなっていうのが分かったりとかあこういうのってまずいのかなっていうのはそこでね、えー、もしかしたら私の方でね外出しちゃうかも分かんないんだけどもでも、あのー、そこで何て言うのかなあ,あれやっぱ違かったのかなっていうのを気づくんであれば別に。 ノアグループがを抜けても抜けなくてもそれはそれであれっていう違和感に対しての正常なんなんていうのかな正常かど,どこでそうやって行き着くか分かんないですよ何回,何回も何回もやっても分かんないかもしれないしでも一発あこれこういうのだなって今冷静に考えるとこれからね、えー、10日後とか2週間後1ヶ月後に考えてみたら 確かにこういう話をされたら話にならないよなって、だからかなっていうところで学んでいただくのもいいし、で程度そこまでいくと熱が冷めてるんで、冷静に自分を俯瞰しできると思うんですよ。うん 不監視する自分のポジションがだから相場もうわーって熱くなってるからみんなポジション取れってうおー買いだ買いだダっていう感じだと目がね、えー、クらんでしまって行き着くところまで行っちゃったりするんですけどもやっぱりその不完視できる相場が程度うわーって言ってああ怒っちゃったねあやっぱこんなもんかっていうところまで行って 自分の何て言うのその言動とかあどういうのがあったのかなっていうところで振り返ってみた場合にあこれはまずかったなっていうところをがそこで気づければそれでいいんじゃないですかね。うん、人ってやっぱりなかなか難しいっすよ。私もその働いてて何も何て言うのかな自分でせ戦かっていうのかな。自分で戦ってきてき そそここに対して自分のの価値っていうのはそこで埋めなかったんですよ、ね、だか単、あのー、言い方を変えれば単純だっていう人もいらっしゃるんですよマニュアルを読んでそれに対して1から10まで従っていけば楽なんじゃないってまあ確かにそうやって言われればそうなんだけどどうしてもね分かんないんですよ。それに対してなんでみんなが、 あそうやってやるのかでもそこの相場であれば私オクポンっていう人がポジション取ってもそこは浮かび上がらないんですよ。そこ結構大事なんですよねでそこのポジションを取ってみて浮かび上がらない人間ってほんじゃあその人たちが本当にダメな人なのかとかできない人間なのか稼げない人間なのか自由っていうものを手に入れられない人間なのかっていうのはまた別問題なんですよね。 いろんなところのキャッシュポイントって自分でポジションを取ってみて初めて分かることでこれがん株もやったことない暗号通貨もやったことない働いたこともないバイトもしたことない旅に出たこともない人がねこれに対してああでもにゃこうでもにゃ言うのと今の私がいろんなポジションを取ってみて味噌作ってみたあ案外簡単だで甘酒作ってみた案外簡単だと。 で、今、塩工事、し油工事仕込んでた。ああ、だ発行してきた、発行してきたっていうのが分かったりとか。ね、株、ああ、やっぱり勝ち負けるんだっていうのも分かるな。暗号通貨、いや、やっぱ思い、思い通りにいかねえんだなって。12月、相場きついよなって。今まで下がってんだもんなっていうのも、ポジションを全部取ってきたから分かるんですよね。10キロ、20キロ歩いてみた。ああ、意外に歩けるもんだっていうのも分かるし。200キロ自転車で、えー、行ってみたっていうのも意外に行けるもんだなと。ただもう夏場でね、 えー、倒れそうだったなとか、ねうん、で50キロの距離をある花火あ秋田にねいた時に秋田市から大回りっていうところまで60キロぐらいあったんですよねでそこを自転車で走ったことはあるんだけども結局、うん、あれもね意外に速いんですよね、うん、大回りっていう花火は結構でかいんですよね有名有名なんですけど秋田ではね秋田東北では有名なのかな で行ってみてで帰りでんでわかったかっていうとあ何で分かったかっていうか、あのー、私が行ってお回りに行って花火を見ましたで帰って秋田に来ましたっていうのと車と変わんなかったんですよ実は。たたたたまま近くにい人人がその秋田市の人だったんですよねでその方がたまたまコンビニにいた,いたんですよ近所ので。コンビニに寄って でな何か飲み物かなんか,か, 1, 本 1, か1本か2本買ったんだけどもでその時にその人見て「あ自転車と大使変わんねえじゃん」って思ったんですよ。でその時に「あ自転車ってでも行けんだな」っていうのが分かったんですよね。そんな時間変わんねえっていうことが分かったし、まあ、当然渋滞があるからそうなんだけどもでもそういうのって全部ポジション取ってみて分かるんじゃないかなと思うんですよね。雨にに打たれててぐぐちょぐちょょなって衣服が 皮膚ぺ、ね、ペーってくっついて気持ち悪いとかね逆に気持ちいいかも分かんないしね雨で濡れてびちゃびちゃになるのと結構爽快だな、ねねえー、子供さんなんか結構好きなんじゃないかなと思うんですけどねだからそういう体感してみて、あのー、分かることがやっぱり多いのでここのここっていうかグループに入っってて学べることってそこととそなななんんじゃないかなと思うんです私学びって言葉好きじゃないんだけどもあの体感できるのってそこなんじゃないかなと思うんですよね。 うん、でそこで試行錯誤やってみて自分の程度ずっと動いてれば結果って必ず良くも悪くも出るんでそれが自分が死ぬまでに自分がね到達しようと思った部分に立てるかどうかっていうのは分かんないんだけども少なくとも今以上にはなるでしょうっていう話なんですよね。自分がポジションを取って今ここううなんだけどもこういうことをやったことによってこれが目が出たとか逆にダメだったっていうのが分かったとかね。 えー、それでいいんですよね、うん、だから、まあ、ノアグループっていうのはそういう主人がいなくて縛りもないよってでそういうのなんでもしノアがね、えー、好きだっていうノアをポジション取ってるって方がいらっしゃってなかなかねその話題って言っても暗号通貨が周りが入ってない中で暗号通貨を入ってしかもノアっていうコインを選んだ。 または、エイダっていうコインであればあ、テレグラム入っていただいていいと思うんですけども、あのー、そういったポジションを取ったんであれば、そこのグループ、なかなか話題ができない、当たり前に私たちがエイダっていうもの、のアっていうものにポジションを取った、他もそうですよ、ビットコインキャッシュもリップルもそうだし、他にね、モナもそうだし、ポジションを取られてる方のグループっていうのはやっぱりあると思うので、そこに属して思う存分ね、 そこで自分の知識を得たりとか逆に発信の場で使っていただいたらいいんじゃないかなと思いますよ。うん、ただやっぱどのグループにもおそらく言えるのはそこのマイナスのものを発言しないとか話の人の話の腰を折るようなことをしないとかあやっぱりブレインストーミング形式で自分が構えて発信してれば揉め事っていうのは自分がね干されるってことはないんじゃないかなと思いますんでまあそこだけね えー、まあ参考というか、まあ、私の何て言うのかなあのー、まあノアに入るんでしたら本当そのぐらいしか見てないので、まあ、決,め決め事はあ程度決めないんでね、えー、そうそうそうまあよろしくお願いしますというところですねはいでまあ、まだまだ本当いろいろバイナンスもしっかりだし藤巻さんの件もしっかりだしいろいろありますんでねまあやっぱ自分たちもポジション取ってみて本当わ分かることっていっぱいあるんで うん、そこをおやっぱ長期軸ね、うん、短期で言えばやっぱりうんそこの自分の考え方を押し付けたかったりとかやっぱこれがこれが正しいっていうのは言いたいのも分かるんですけども、あのー、話,話の腰を折るっていうのは。 あのどのグループにおいてもおそらく受け入れがたいんじゃないかなと思うのとおどういう方向で行くんであればいい,い,いのかっていうのは本当ブレーストーミングて公式でプラスでうーんものですよねを投げてればあ問題ないんじゃないかないやこいつバカなんじゃないかって内心思われてもいいんですよこんなもの。 人がどう思うう思かってていうのは関係なくて自分があどういう,う立,ち立ち位置って自分がどうそこに対して対峙してきたっていうのが一番大事なことだと思うのでそれが発信であったりとか、まあ、逆に黙ってみたりとかっていうのもその場でね対峙をしてみて「うん」っていうね「なんだよこれ」っていうのを対峙してみよう」おっていう「嬉しい」とかね「気持ちいい」とかねそこで対峙して分かることの方が多いと思うんで、まあ、そこだけですね。 うんまあ、それはあ持って帰れば別によそのグループでも使えることなので、えー、持って帰っていただいたらいいんじゃないかなと思います。とういう、ね、通貨みんなポジション取られてて新規に、ね、ポジションを立ててる方もなかなかいらっしゃらないと思うんですよ。資金がなくて。これみんな <laughs> そうだと思います。ICO で資金入れてで今ぐらいの ICO で来る案件というのはなかなかポジション取れないですよね。 うん、なのでまあまあそこはね皆さんはここのここで感じてる方っていうのは一,一緒だと思うのでポジション取れないよってお金貸してよってみんな思ってますよきっとお金欲しいよお金貸してよって JPY ちょうだい JPY をマイニングしてるんだってみんな思ってるんだと思うんですけどあのー、それはまあまあねポジションを取ってみて今の立ち位置でお金がないっていうのも知れたんであればそれはそれでいいんじゃないですかっていうところですよ。 うん、人生そんなに短く、面白くないし、短くないし、いや、面白くない人生でもないし、短くないし、うん、その行動が必ず生きる、報われることが来るでしょう。そんな、どんな行動であってもですよ。うん。ちゅうことでね、えー、まあ、半ばこういう話ばっかりだったんですけども、はい。ね、えー、そんなこんなで、失礼します。あのー、ウォービットの件は LINE にいただいてるのは、こちらはね、えー、寝る前中に返信をいたしますんで、よろしくお願いします。 はいそれではね素敵なコインライフをお送りください。